ルパン三世ピラミッドの賢者。今度の仕事はこいつだ。大英博物館からかっぱらってきたこの本にな、逆さピラミッドに隠されたお宝のことが書いてあるんだよ。ムイランの瞳っていう名のピンクダイヤモンドなんだけどもがな、握りこぼし台はあるっていう代物だ。なんでも元は超古代兵器の心臓部だって話。まあそんな物騒な目的に使われるよりもよ、このルパン様がいただいちゃうかって、まあこういう寸法だ。考古学上今世紀最大の発見と言われた逆さピラミッド、ところが調査中だったイギリスカーネル大学の調査隊が消息を絶ちました。これで発見から数えて3組の調査隊がピラミッドの中で姿を消したことになります。関係者の間ではピラミッドの呪いとの噂が広がっています。この俺様が呪いなんか恐れるかってね。こいつが逆さピラミッドだ。ついこの間発見されたばかりの世にも珍しいピラミッド。何でも音響測定の結果、普通のピラミッドの底面から鏡に映したようにもう一つのピラミッドが伸びてるって話だ。どうやらこのピラミッド、ただの遺跡じゃなさそうなんだな。果たしてどんな秘密が隠されているやら楽しみだね。ハンサジ、逮捕さら。まったく、こんなとこまでご苦労さん。待てるばん。そんなに簡単に捕まるわけにはいかないのよね。逃がすか。ピラミッドのお宝は全部頂戴するぜ。次元、ごえもん。抜かるなよ。